が続き柄っていうのが、これがどうなるかってこと。次の。でいいのか。緊張するね。まあこの先もずっと一緒にいたいなっていう風に思ったからかな。やっぱりでも家族になったっていう感じかな。一番はまあ家に帰ったら自分の親兄弟以外の人が迎えてくれるって、それがもう本当なんか結婚して一番良かったなっていうか、支えたいなって思える人と出会ったから結婚したわけであって、やっぱりその家に帰ってきてご飯の支度したりとかシャツのアイロンかけたりとか、なんかそういうことできることに今は幸せを感じてるかも。優柔不断なところがあるかもしれないけども頑張って結婚したから、この自覚持ってしっかりやっていくんで、よろしくお願いします。一緒になれたことが私にとっての幸せなので、一生添い遂げたいと思っているので、よろしくお願いします。